フィリック・サティの世紀、古代の夕暮れに哲学者が一人ぶらりとベランダの中の小さな公園のための少しのためらいに響く。大きく椅子が回転し、今みたいに届く声、多重に録音されたサウンドエンジニアの録音係への追走声、舞台の上でエリック・サティの世紀。孤独のテーブルと椅子の夢。1、音楽とテーブルに最も孤独な時間の追走をかけて、早急にかけられた音楽の散開がおもむろに椅子の上での小さな書物と調べるもの。2、音楽と時間に早急な展開の不意の不思議の調べに。3、孤独とテーブル、最も美しいものに気づいているものは最も孤独であります。4、孤独の椅子になります。青白い宗教かかった末席の意味で深く、端の方で今しがた出会われた形で神秘主義の彼方。5、最も美しいものを知る人は最も孤独だ。6、自分の時間を持ち決して欲はなく。7、本当にわからないと不思議という。8、その人はみたいだね。青白い宗教がかった謎の人物として椅子に腰掛け、カフェの末席で時間を過ごす人がいてと事故に言及するその人。最も美しいものを知る人は最も孤独だとその人が言った。小さいサティ、小さな建築の中で建築家と話している人は2人いる。小さな建築のあまりに年を取らないピーターパン建築だ。小さいゆえに年を取らないピーターパン化した小さな建築でも言えるね。小さいゆえに書物の上で黄昏るエリック・サティ。朗読御堂。